はい、皆様お疲れ様でございます。はい、今日月曜日、土日の疲れを癒します、ってな感じでハイボールを飲んでいきます。今日は朝から日課が飲みたいなと思っておりました。で、日課何飲もうかなと思っていて、あのいろいろこうウイスキーを見てたら、今日はよいしょ、こちらのスーパー日課をいただこうと思います。なかなかステアが上手に使えませんね。もうかれこれ半年以上やってますけど不器用ですね。おお、日課の匂い、いや、つくづくあのこのメジャーがあってよかったなと思います。もう酔ってくればどんどん濃くなっていくので、なんかアクビちゃんが出てくるような瓶の感じですね。大魔王が出てくる形、こんな感じだったですかね。アクビちゃんですかね知ってる人ふるーってやつですね。よいしょ、炭酸、富士山強炭酸水、うん、やっぱこの炭酸一番うまいですね。炭酸も本当に強いですし、昨日、居酒屋で、ハイボールを飲んだんですけど、この炭酸強いからって入れてもらった炭酸がやっぱ自分家のこの炭酸が強かったなっていう感じがします。はい、香り、ミッカ。では今日もお疲れ様でございました。乾杯。日課だ、日課だ。甘いものがくっつくような感じですね。で、日課らしいあのピート感っていうんですかね、もあって、はい、では今日はちょっとあのもう遅く買い物に行ったらしくて、刺身がいいのがなかった、今日はマグロの切り落としです。久しぶりだなマグロ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。なんかちょっとするごとにあのよいしょとかいう声が出ないですか皆さんだんだん年取ってきて、なんかよいしょっていうのがどんどん増えてきたような気がします。はい、では切り落としマグロをいただきます。わさびは多め、
久しぶり。うん、うまい。うん、ハーニッカわさび醤油と合う。うん、あ、今日いつも今現在で動画の再生回数、昔はショート動画の方が伸びてたんですけど、今は普通に動画の方が伸びるようになりました。で、今日こう YouTube からたまになんかこうお知らせとか通知が来るんですけど、なんと一つのショート動画だったんですけど、1万再生、1本のショート動画が1万再生がなりましたっていう通知が来て、全然見てなかったんですけど、いやすごい、1万再生ありがとうございます。いやこう自分でやってて、日々ちょっとずつこう進化っていうか、こう努力じゃないですけど、やっててよかったなと思った瞬間ですね。あと本当に今ほぼ毎日投稿してるんですけれども、ただ飲んでるだけですけど、まあ本当皆さんのコメントがもうありがたくて、それがすごい励みになっております。すべてコメント返せてるわけではないんですが、できるだけ返すようにしてますので、どしどしコメントのよろしくお願いいたします。昨日も今日も明日もうまーし。